皆さんこんにちはレック専任講師の雲野です根本です今日はですね、えー、皆さんにお知らせがあります、えー、レック東京リーガルマインドから、えー、私たち2人が監修した司法書士試験6法2023が発刊されました今日はこの6法についてですね、えー、皆さんに特徴をお話ししたいと思いますはいで、この6法なんですがまずは司法書士試験に必要な法令だけに絞りましたちょっと画面の方を見てください 通常六法だと司法書士試験に必要がないものが多く掲載されています。今回は司法書士試験に必要な法令だけを。掲載することにしました。どうでしょうか。例えば、工場抵当法とかもありますよね。教託規則、司法書士試行例とかもあります。司法書士試験に必要な法令は、これ一冊で十分です。すごいですね。総勢何ページ、千ページを超えて、ねはいえー。入ってます。 はい、で、他のものでもあの全部が載ってるものはあるはあるんですけど、とてつもなく分厚さになってます。それと比べれば、えこちらのロッポその分厚さ、結構手軽な形にしています。こ,こんな感じ、ここんな感じですね。何センチ紙も薄くなってますから、あれですよ。持ち運びをしていただくには結構あの便利になっているかと思います。はい、また普通のロッポだとちょっと紙の厚さが薄いところで、マーカーとか塗ってしまうと結構裏移りをしてしまう。 で今回この六本の、えー、この紙ですが、その点も意識しています。ちょっとそちょっと目厚みになっていますので、あのマークなんかなんかしてもそんなに強く裏打ちはしません。また今これ画面出ておりますが、二段組になっていてなおかつ横書きなんです。いいですよね。縦書きだとなかなかねあの、えー、日常生活でも縦書き少なくなってきましたから、横書きで、えー、非常に見やすくなっていると思います。はい。でまたこの,横書,きの横書きのいいところは。 普段のテキストと開き具合が同じになるんですよ普段テキストって左から右にどんどんめくっていくじゃないですかこの六本も左から右にめくっていくのでそのめくるところが全く同じになりますその点すごい使いやすくなっておりますはい。あとは、えー、どういった特徴がありますでしょうかあともう一つは改正点です次の試験からは民法共有等いろんなところに法改正が起きますこの法改正がある部分については条文のところに下線が引いてあります あ、そうかこ,こ,、ね、この点が変わったのかというような形で,で、ね、一目でわかるようになっています共有のあたりなんかが物件では変わりますからねそこら辺のところが河川、えー、が引かれてますから下線が引かれたら2023年受験の方要注意と、えー、いうことですねはい。でまた冒頭では何が改正されて何がされてないのかといったことについての記載もあります運動先生冒頭の方の一番左下の括弧6括弧7お願いできるでしょうかはいはい、はい そちらの方で改正がどんな概要なのか、そして本試験にどう影響するのか、またどういった部分の改正点があるのか、2023の出題範囲のところがあったりとか、もしくは2024以降のものじゃないかといったもの、そういったものも書いてありますので、これ試験勉強、どこまでやっていいか、どこまでやっちゃいけないかということが、それ,あれでは、ね、使い方については、その後の8ページ、はい、9ページになります。 こちら六法どう使うのかってことを初めて勉強する方の使い方と2年目3年目の方の使い方こういうのも載っておりますはい、えー、レックとしてはですね初めての試みなんですけれども、えー、ぜひですねあの司法書士の受験生のために作ったものですから皆さん方のですね勉強にお役立ていただきたいと思いますこれ使ってぜひですね2023年、えー、絶対に合格をしてください、えー、私たちも応援しております ではあの以上簡単ではありますけれども司法書士試験六法2023の特徴並びにご紹介をさせていただきましたご清聴どうもありがとうございました。